バットだからかも、マジで。この練習器具、ベスコンスイングバット。おこの左足の前でこう鳴らす。どう？オーバースイング本当なくなるかも、これ。で、めっちゃ綺麗。これ振っただけなのに。はい、こんにちは、じゅんです。ゆっこです。はい、今日は、はい、大厚木カントリークラブの桜コースに来ております。はい、記載スポーツさんが販売するボイスキャディ、はい、時計型、プリ系3種類、うん、ゆっこちゃんがつけてるのは T8、 T8 です。はい、私が今つけてるのは G3 で、これが A2 ですね。うん、まあ、それぞれちょっと機能が違うんで、このコースをラウンドしていきながら紹介していきたいと思います。はい、じゃあよろしくお願いします。じゃん、私がつけてる G3 は一番シンプルな形です。ちょっと待って、こうやった方がいいかな。これがヤーテージですね。で、この山マークが、高低差ありですね。で、これは画面タッチじゃなくて、この横のボタンでいきます。あとはグリーンのフロントとセンターとバックと見れます。という、もうこれだけです。もうこれだけ の、 このシンプルな、シンプルイズベストだけなんです。はい、結構すごい飛んでるよね。めっちゃ飛んでる。これいいの？うん。おお、これもいいわ。飛ぶね。おお。ナイスショー。ありがとうございます。飛んでる。飛んでます。5万。これ。そうだ、これで何やつかとか分かるから、ちょっと使ってみよう。思い出したら、うん、嬉しいね。すごいね、なんかユッコのやつは AI 機能みたいなのが搭載されてて、まあグリーンの50ヤード手前までとか来るとグリーン表示してくれたりとか、はい、そういう必要な情報を出してくれるってね。うん、勝手に出てます。勝手に出てきてます。ドライバーは170飛んで、グリーンは右から右から左に切れる感じですね。なるほど。はい。はい。です。じゃあ行ってみましょう。83。距離は170。おお。上りで170っていう。素晴らしい。どこ入るよ。右方だけど。あら、危ない。ちょうど太陽とかぶったね。15。左で行こうかな。ああ、左に行っちゃった。やっぱこのつま先上がりがすごいやっぱね、苦手なんですよね。もったいない。やっぱ5人だったかな。よし、寄せてパー取ります。フェアウェイの真ん中から近いのがグリーン乗んないとちょっとやっぱりそう気持ち悪いよね。でもね、赤ティーのこう難しいところってやっぱパー取りたいってなると、うんうん、こういう距離普段ミスんなくてミスるっていうね。あ、うまい。 うまい。ストップ、ストップ、ストップ。すごい、やっぱフックした。フックした。うまい、ナイス。うまい。ナイスパー。ナイスパー。オッケー、いただいちゃっていいですか。ありがとうございます。完璧。完璧。完璧でした。さあ、登ってます。え？上ってるように見えるけど。登ってんの？こっちか。どうやって見るか、ちょっと、まあ。優しいわ。雰囲気出すとさ、やっぱ、ね、ちょっと登ってるんですよ。登ってるの。オッケー。
ドンマイボギー。ドンマイボギー。ちょっともう一つね、A2 ってパターンの A2 ってやつをつけたいと思います。はい、こちらはまあスコアも出るんだね。さっきのハマったってやつ、うん、あ、すごい、なんかインスタのなんか来たよ。あなたのストーリーズにハマなになになにハマった、そう、なんか DM が来てないすごいウケる、やだメッセージハマった、ハマった韓国の友達からの DM で、うん、私ゴルフやばいよハマったって、あ、そういうことねあ、はいはい、はい、説明書も見ます。じゃあこの A2 はこのようにゆっこと同じようにコースレイアウトも見ることができます、うん、でこうやってタッチするとこういうふうにここまで何ヤード、ここまで何ヤードって距離が出ます。戻ると、あれ、私あのこの195ヤードでもともと設定してあったので195ヤードのところにこうやって線が入ってます。でこうスライドするとこの A2 は A グリーンと B グリーン同時に表示してくれるので、あの選択とかしなくてもいいっていう素晴らしい機能がついてます。ここですね、距離も A グリーン B グリーン両方出てます。でこの山マークが高低差ありなので高低差ありで表示されてます。はい、じゃちょっと打っていきたいと思います。おいおい、バンカーまでは195ヤード打ったら入ってしまいますので、バンカーと旗の間ぐらいを狙っていきたいと思います。うん、ないしょ、いやーど真ん中、ナイス、完璧やん。完璧ですね。完璧です。はい、ありがとうございます。はい、もう今ちょっとグリーン方向が見えないんですけど、ここの赤いポコロを押すとグリーンがどこにある、あ、これ合ってる方向、合ってる方向何あ、合ってる合ってる合ってる、こうでしょ、うん、はい、ちょうど左斜めに、左斜め前にあるので、あ、ちゃんと出してくれます。あの辺にあるんだなって分かるのね、はい、そう、もういいですね、うん、優しい、ちゃんと教えてくれます。はいはい、なので左に打ったらダメですね。 T8 いいなT8 欲しいなT8 欲しいなそうだよね、風が右から来てます。あ、だから私も左行ったんだね。旗の方向に打ちたい。やばい、めっちゃ引っ掛けたやん。キックキック。落ちて、落ちて。あー、見えないね。ちょうど見えなかったね、今。ラスだけですか？ラスだけかもしれませんね。あー、入ってない、ここに。あるね。おお、ナイスアウト。ナイスアウト。よかったよかった。これ本気でいいわ。あの、なくなることもないしね。結構普通の重さも軽い。めっちゃ軽い。めっちゃ軽い。何にも違和感ない。普通の計測器だと結構置きっぱなししてなくしたこともあるけど、これはなくさない。この A2 は飛距離も測れるんですよね。この右下のところに出てるやつですね。で183ヤードです。残りは、左グリーンが90、いや、右グリーンが98なので100ヤード。すごい、これね、見えるかな、これ本当に両方出てる、両グリーン出るんで、すごい分かりやすいですね。右のグリーンなので97ヤードですね、残り。
97。じゃあ100ヤードいっちゃおうかな。ピッチングです。上げてる？上げてんの？めっちゃ上げてる。上げてる？いや、めっちゃ上げてるかも。全然届かなかった。順でいくつだった？私100。8番で。あー、いい方向ですけど。どう？どう？あ、待ってよ。いい方向ですけど。いい方向だったんだけど落ちたね。落ちましたね。あーでもねちょっとね向こうに下ってるっぽい。下ってる滝に見ろ。でこっちでも全然いいけど軽い。こっちはだってあのアプリと連動してないから、うん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 、ゆっこのアプリと連動してるからちょっとお値段張りますけど、はいはいね、はい。こちらの2グリーンそのまま見えるからめっちゃいい。うん、うん、欲しいな欲しいなずっと言う。欲しいな欲しいな欲しいな。あーやっぱね下ってんのよ。え、ね、ピッチングパー5。旗狙い。右にねバンカーがある。あります。から左狙いですね。うん。左バンカー方向。うん、ないしょ。いいね。まっすぐ。イエーイ。ないしょ。次です。うまい。あーちょっと待って。バンカー届くか届かないかぐらいだよ。多分平気？内緒。オッケーオッケー。内緒。ドライバー150ヤードしか飛んでないんだけど。そんなもん。うん、まあ、ちょっと詰まって打ったから飛んでないなと思ったんですけど。ちょっと上がってるんだね。あ、まだ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 。とりあえず鼻水方向に5番ウッドで。ナイス。ありがとうございます。切れた。これなあ、よかったね。バンカーフッド7番ウッド今日ちょっと短くなる。ナイスショー。オッケーオッケーオッケー。ナイスショー。ナイスショー。いいとこじゃない。今日偶然2人とも蛍光の色。そうだね、合わせてないよね。蛍光の黄色取り入れてきた。そう、ね、たま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 ね。そう、うん、よし乗せて、はい、気合いです。いいね。ペコちゃん最近は仕事忙しいですか？忙しい。
いております。 OL ゴルファーです。いいなその響き。私もなんか欲しい。サンムリ欲しい。でも女社長ゴルファーなんか可愛いやつがいい。可愛い感じ。可愛いやつ。ゆっこちゃんが平日なかなかお仕事お休みできない不定休なので今日は前もってお時間いただいて撮影に来ていただいております。日曜80ぐらい S と S 持ってないから、ね、大丈夫届く頑張るわ。 A で打ってます。おあーちょっと右だ。あ、足りない危ない危ない。いやーどうしようかな。58で打とうかな。58で打ちます。上に上げないようにしたら。うまい。おお、これはバーディーチャンスかも。バーディーチャンスかも、うん、うわ結構打ち込んでスピンかけたんだけど。いや結構コンって言うもんね、うん、やっぱ硬いよね。硬い、うん、さっきからずっとコンコン言ってるもん。コンコン言ってる、うん、コンって、あー早い。うん、カッチンカッチンだね。すごい。これはやっぱすくい打ちアプローチしなきゃだな。いや、ちょっといいじゃん。コンツッと全然わけがない。お、あ、打ちすぎ。そして打ちすぎじゃないんだね、うん、曲がんないね。結構打った感じするね。弱いんだよ。優しい打てない。でもこれ以上左だもん。ナイス。怖っ。危ない。パー取れない。グリーンがね、グリーンがすごい硬くて難しい、失敗、ね、一番あんまりよく思う、うん、いつもだったらね、なんか絶対残ってるのに全部外出ちゃうね、これ、ね、